家畜の呪い。え、怪獣の鬼。皆さん知らないと思うけど、私マジでリアクションでかいんですよ。声も本当無理なんですよ。ガンガンゲームのYouTube 定番企画3番勝負よよいよいよいよ。ありがとうございます。こんな日が来るとは。今回は私たち2人で対決です。前は私藤井さんとビリビリペンやって、勝ちまして、おめでとう、はい、でそういう実績があるんでエラちゃんにも多分負けないだろうなって思ってます。対決の内容なんですけど、どうし よく事務所 NG 出さなかったですね。なんか最近ないみたいよ。あ、ないさそうでした。だって1個目が愛してるゲーム、はい、うん、愛してるっていうやつですね。で2個目がイヤホンガンガンゲーム、うん、で3個目がロシアンルーレットの3つらしいんですよね、うん、ちょっと私全部勝てる気しないんだけど大丈夫かな。何何フリ。確かにこうやって勝つやついるからね。いるじゃん、勉強とか、ね、女優って大体そうじゃない。性格悪いじゃん。いやでも今回も頑張ります。頑張ろう頑張ろう。あ、じゃあ一つ目いきますか。はいはい、一つ目対決、愛してるゲームです。お互いの目を見つめながら愛してると言い合い、照れて笑った方が負けです。自信のほどお願いします。ちょっとほぐしましょう顔を。まあ一旦ね。ね。私はこうやって愛してるゲームとかでなんかやって勝てるような女になりたいっていう、そういう目標があるんで、ここで実力のほどを見せていきたいなと思ってます。私もよく愛してるゲームの動画自体はよく SNS で見てたので、へ、見てる回数では負けません。それは自信のほどなのか。まあまあでもまあ、はい、いい勝負になるんじゃないでしょうか。はい、それでは私からいきます。もうダメだ。え、笑ったら負け。笑ったら負け。それでもこれあるからね。え、交互でしょ。ダメだ私本当に弱い。待って、悲しいことしか考えよ。これラチあかんぞ。ちょっと用意した後ってカット、さ、本番みたいにやってもらおう。うん、お願いします。どなたか。用意スタート。ちゃんと息止めたら声がちょっと、え、これは練習練習練習か、オッケー練習か、よし、オッケーオッケー、よし、じゃあちょっとお願いします。はい、よーいスタート。愛してる愛してる。はい、負けました。やだ、普通に照れるんだけど。照れるよ。照れるし、言うところで笑っちゃうし。ダメだこれ、ダメ、私はまだいい女への道をほど遠いみたいですね。いやまあまあこれ1個目なんで、まだ、うん、2個目が残ってるので、はい、そして続いてはイヤホンガンガンゲームです。はい、はい、ルールは大音量で流れているイヤホンをつけながら、うん、相手が何と言っているか当てた方が勝ちです、うん、はい、さっき私負けたんで、次エラちゃんに最初に耳につけてもらって、うん、私が何言ったのか当ててもらうっていう、はい、順番で行こうと思ってます。わかりました。ジャムつければいいですか。はい、つけます。バイバイ。勝ちますよ。え。ギャンブルは俺が決める。ギャンブルは、あ、やん、もう一回。怖い目が。ギャンブルは俺が決める。ギャンブルは俺が決める。なんでなんでわかるの。気まずい、わかっちゃった。すごい、私そんな口の形はっきりしてるタイプじゃないのに。あ、でも分かりやすかった。長かったでしょ、でも、うん、いや、そう思ったより薄いじゃん。そうそうそう、レモンとかだけかなと思った。長かった。負けた。これはマジ絶対勝てると思ったのに、フレーズ聞いた瞬間。いや、じゃあ私も当てればいいからね。そっか、はい、つけます。はい、いくよ。家畜の呪い。え、怪獣の鬼。わけわけわけ。あ、待って、今音楽止まってるから待って待ってね。始まるからもうすぐ、うんうん、始まった。はい、家畜の呪い最終回はゴミ。
え、なんて言ってる？やだ、聞こえないよ。え、もう一回もう一回。家畜の呪い。貸金業者は貸金業者はなんて？家畜の呪い。会長の会長はい、かちはい、かはちいはいはいって言ってたよ最後。え、これでも2勝しちゃったら、だっていや最後の点数全然100点とかなんで追加もバラエティでよくあるやつね。え、待って、本当に分かんなかった。ずっとなんか貸金業者とか違う生徒会長。答えは家畜の呪いです。言ってたでしょ、ちゃんと言ってた。ほら、でもなんか文字数も合ってなかったよね。じゃあ私本当だよ難しい。すごいよく分かったね。じゃあ、うん、分かりやすかった。欲しいな。ラストはロシアンルーレットです。まあ、劇中でも登場しましたね。うん、こちらは6本中1本以外は引っ張っても何も起きません。クラッカーを鳴らさなかった方の勝ちです。まあ今のところ2個買ったじゃないですか。まあ、2点もう勝ちじゃないですか。まあ、でもなんかすごい書いてあるんですけど、最後の勝負だけ50億点らしいんですよ。本当か？まあ、シアンルーレットだから。いや、まあまあ一旦ね、私にしか読めない言葉で書いてあって怪しいな。まあ、なんで、まあ、最後の勝負で勝ったら、うん、その人は勝ちっていう、私にも逆転の勝負がたまたまありましたね。うん、ってことで最後の勝負にまあかけていきたいなって思ってます。よし、じゃあ頑張ろうかな。怖い。全然大きい音が嫌だよね。ね、どっちから弾きます？そうなんだ、怖い、もう本当に声の無理。しっかり耳閉じるからね。皆さん知らないと思うけど、私マジでリアクションでかいんですよ。声も本当無理なんですよ。イヤホンガンガンゲームの上に耳閉じてるんで、もう何も聞こえない。ねえ、いくよ、いいよ、いくよ。あ、はっ、はっ、はっ、やったー、50億点獲得です。なんで勝ってたのに。イエーイやっぱり、もういや、ギャンブルはやっぱり持ってんな。いやー、いい勝負だった。完璧だよね。藤井流星&池田エライザに勝った女っていうことよろしかったかしらやったー。さすがね、やっぱ座長は違ういやすごい、最後は勝てました。ということで2勝1敗なんですけど、点数的には2点と50億点ということで浜辺美波さんの勝ちでございます。ありがとうございます。すごい、まさか勝てると思ってなかったんですけど、まあ、かけ狂いとして最後までかけ狂えたので、正々堂々と良かったです。はい、いかがでしたか。さすがジャパミユメコといったところでしょうか。良かったですやった。普通に怖かったでしょ。めっちゃ怖かったし、でもなんか分かってた。あ、来る感じしてた。私ってそういうタイプだなって思ってはい、なんかちょっと本当に来そうな感じはあったもん。あったよね。 やるな、これやるかなと思ったもん。あったよね。いや、でも本当に負けました。はい、でもいい勝負でした。まあ、今回は私が勝ちましたけれども、映画かけ狂いなのですね、告知を池田エライザと書いてあるので、じゃあ読んでいただこうかしら。え、はい、じゃあ宣伝させていただきます。いや、なんか新鮮。はい、ここまでね、YouTube 見ていただけたんだから、もうこれは絶対劇場で見ていただくしかないと思います。そうですね、いきますよ。映画かけ狂い絶対絶命ロシアンルーレットは明日4月29日29日に29日に公開です。癖強くない、命がけのギャンブルバトル。私たちの2人の対決はね、もちろん、はい、藤井さん演じる式神とのバトル、その他にも注目ポイントがいっぱいあるので、ぜひ見てください。はい、ぜひ見てください。29日です。29日です。バイバイ。バイバイ。かけ狂い名言神経衰弱。イエーイ。さあ、かけ狂いましょう気持ち悪いんだよ、あの豚ども。待って、いける。もうすいません。それあれ、あ、間違えた。あ間違えちゃった。私の手は豚だよ、バーカ。本当に本当に誰か分かんなかったの。本当にみたいな。あなた結構主役とかやられる方ですか